ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3実況者のエテポンゲーです。よろしくお願いします。今回もね、裏ストーリーを進めていきます。よろしくお願いします。あれからね、何回か配合を重ねてキラーマジンガーをねまたさらにね強化しました。あとスライムマデュラを小さくして、1枠モンスタースモールボディつけてね小さくして、相方に今しています。でね、そのグランプリやってるじゃないですか。今その Wi-Fi 対戦のもう第3回とかになるのかな。まあちょくちょくねちょくちょく参加してるんだけども、やはりね強いね。なんかもうなんかねつける隙がないよね。ラウンドゼロとか、あとなんかツイッターでねつぶやいたんだけど、なんかもう4種類ぐらい今んところちょっと対策積まないとまずいなというのがあって、ちょっと待ってツイッターちょっと見直しますね。もうつぶやいたよ、もう思わず。どうせとどうせという風につぶやきました。どこだ、ちょっと待ってね。 ありましたね。根に持つタイプっていう特性がね非常に厄介。休み効果とあと呪いと、とかがつく、倒されることによって、でそれでキラーマジンガーが、動けなくなって、でそのまま動けないターンがあり、で回復ザオリックされて、でそれの繰り返しで一向に倒せないという、あとミガメタね。ミガメタも同じく、ミガメタとなんかテンションシフトのそのコンボで思いっきりやられました。そのテンションシフトね、テンションを味方に分け与えて、で自分がテンション下がっちゃって、でその下がったテンションを押し付けられるみたいな。いやー非常にね対策しがいがあるというか、とにかく、今まず裏ストーリークリアを頑張ろうと思います。対策はそれから練っていこう。でコメントでもね、いくつかあったんだけど、エテのキラーマジンガーに対するその侮辱ディスリエ。1枠じゃなくて1回行動とかマジ雑魚だわみたいな。なんかね今回は3枠2枠が不遇の待遇を受けているみたいで、あとヒヒュドラードどっから持ってきたのって言われたんだけど、これはイルルカから連れてきたあのモンスターについてたやつですね。チャンピオンとかSP 系もそうですね。基本的にはもうイルルカから連れてきたやつですね。まあけどエテには今ちょっとキラーマジンガしかおらんから、こいつをいかにねいかに戦えるそのマシンに仕上げるかってのが問題だよね。で結局ね新しくね強ボディつけました。強ボディ、バイケルト外したのかな。バイケルト時々バイキルドを外して強ボディ、まあ時倍だとねやっぱりその本当に運になるから、強ボディだとね、食らって、HP の3分の1だったかな、なんか毎回3分の1食らったら上がるみたいなので確定なのでね、こっちの方が安定感あると。で、攻撃だけじゃないしね何種類か上がるのでこれにしました。でまだね強ボディの上、強ボディのハードみたいなのもあるから、まあ後々ねそこら辺に変えていこうかなと思っています。あとカウンターがね思いのほか発動はね結構するんだけども、やっぱ火力がね今一つなので、今考えてるのはちょっとねため来てボディつけようかなと。でもうガンガンテンションを上げてもう格殺できるように仕上げようかなっていう感じで考えてます。そんな感じですね。あとこいつはね、スモボーをつけたと。で、ここら辺はまあ変わらずです。で、これ、強マットファルコン。
マット・ファルコ。うん。これ超行動早いってのがねありまして、まあ行動早いの上位互換になるのかな、さらに早いみたいなね。これもなんか使えそうだから、とりあえずね育ててみてはいます。でこの狂犬のモンスターっていうのは、その捕まえれるのかな、今のところ言って心というか、心だっけ、宝箱から手に入れたやつでしか、その手に入れてなくて、コアの方にね行って捕まえれるか試そうと思ったんだけど、ストーリーがね進んじゃってね、何回かリセットしました。結局行けなかったんで、次そこ行かなきゃいけないから、行こうか。じゃあちょっとメンバー揃えてから行きましょう。はい、コアまでルーラーしました。なるほど、バリアフィールドか、レナーテがやってるのね、任せて。レナーテも甘いわね、この程度私が突破できないとでも。うん、またコアを探索するのかな。これでよし、さあレナーテのいるコア、最奥部のマザールームを目指すわよ。中はまだブレーキモンスターがいそうだし、慎重に行くとしましょう。はい、行きますか。ほっ、ちょっと待ってね、アイテムがいっぱい落ちてる。ルーラーで行っちゃいかんのか。ルーラーじゃいけないの、ちょっとルーラーしてみるね。ここでしょ。これでいいんじゃないの、これここじゃないの、別件、また別件ですか。いやもうここじゃん、だってここだ。ここじゃないか、ついたよ。なんか歩くない、レナーテ、あ、レナーテじゃん、いるやん。へい、来たぜ。うん、白くなってる。お待たせレナーテ、今すぐ自由にしてあげるわ。なんかデジャブ感がちょっと怖いね、デジャブ感が。ダメ、やめて。え、レナーテ、何かあったの、どういうことなの、はっきり言って。それを使ってはダメ。あ、そうだ、前回確かなんかこれに変な黒いオーラがボワッとしたんだ。ダークマスター、ここで登場か、お前待ってたぞ。エテは、え、やっぱお前生きてたか。死んでいたとも、肉体的には貴様に敗れたあの時我は死んだ。しかしあの場にあったガルマザードの魔素が我の思念をこの世にとどまらせたのだ。それってガルビルスと同じじゃない、魔素に思念だけが宿るなんて。そう、しかし思念だけでは何もできん、我は新たな体を生み出す方法を探した。そこでポイントゼロにあった未完成スターシードに目をつけたってわけ。間違えた。間違えた、アロマだった今の。いかにもスターシードについてはマザーより与えられた知識があった。そして読めていた、レナーテを救うため貴様たちがスターシードを使うことはな、
だから我はスターシードに潜み、貴様らが起動させるのを待ったのだ。そう、貴様らは倒したはずの我を自分たちの手で復活させてしまったわけだ。神殺しで得た世界を創生する力、それを我に与えた上でな。どういうことだ？ああ、だから3匹倒した、それで最終的に仕上げたからっていうことか。はい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 。どうなんのこれ。ダークマスターがもう完全にモンスターと化したってこと？これで。めっちゃかっこいいなこれ。この姿こそはダースガルマ、我が新たな力の結晶である。偉大にして絶対的な力の前に絶望しながら、チネエテチネ。キラーマシンみたいだね。キラーマシン3みたいだね。ま、全然臆してないよ、エテはもう。正直もう勝てると思う、普通に。残念だけど、残念だけど、ギリギリの戦いとかそんななんないよ。もう今もうエテが負けるのを、エテがね、負けるのを期待している諸君、残念だけどそうはならないから、うん、申し訳ないそれは。じゃあちょっと本気出しちゃおうか。まずは大防御じゃなくて、まあ普通に動かして、でこれね、そうそう、スキル紹介してなかったけど、その巨大モンスター潰しをつけてます。あとはね、 HP アップ SP と守備力アップ SP、 うん、耐久で、基本的にはこいつはね、ちょっと待って、こいつはね、そのタメトラとかマホトラ要因ですね。うん、あと予測系ね、これで、キラーマジンガのサポートをしようっていう感じで育てたんだけど、あんまりハマんなかったね。うん、Wi-Fi のグランプリ対戦の方ではね、いまいちハマらなかったと。だがしかし、ここタメトラとか使ってたらさ、いい感じじゃない？タメトラはテンションを、奪うと。よし、いけ。で、暴走期間、いてつく波動をテンション下げられるタメトラ、いいねいいね。で、このテンションを、取ったテンションをさらに分け与えれる、力が備わればなおよしなんだよね。おい、こいつ耐性ガバガバやないか、こいつ。なんだこいつ、ガバ、耐性ガバやな、ほんと。まあもうタメトラ連打。ただね、結構消費の MP がね、消費 MP が大きいので、MP 節約系のスキルがあった方が良さそうだね。で、呪文予測とか指導してみるか。なんかメダパーニャとか今打ってきた。まあどっちにしろ魔法カンタで弾き返したからいいんだけど、まあそうなるとアタックカンタの方がいいか。ああ、絶対レード。うん、不気味、耐性下げられる、絶対レード、絶対レード打ってくる。逆風とかあればいいね。息予測でもいいな。じゃあ息予測したら、まあ逆に次はまた、あんじゃあそれでいいじゃん。で、魔法カンタで弾こうよ。うん、予測で攻撃バージョンアルファ変形した、変形した、息予測、いや、なんかちょっと物理予測しといた方がいい気が。いや、アタカンしよう、ここは。なんか腕生えたし、殴ってくるでしょ。テンションチェンジ、ギガマホトラ。マホトラはちょっと意味ないな、多分ボスだから。カウンター、うん、なんかカウンターの火力がね、いまいち乗らないんだよね。うん、そこだけアタカンしてくる。マンカは
アンカーもダメ。アンカー、うわ、危ねえ。アンカー貫通じゃなかったっけ。強ボディ待てば、いいね。まあけどこれでテンション上がったから、貫通するでしょう。タメトラ、そうか、互いにテンションが同等だったら貫通しないとか、そういう感じなのかな。マイナス100で、マホトラ。いや、これはね、このギガマホトラとギガタメトラはね、絶対使えると思うよ。だからこのスライムマデュラを、あ、これなんかテンション下げよるな、こいつ。ゼロに戻ったか。だからそれを生かしたパーティーを組むってのもありだね。魔人画じゃなくて、このギガタメトラマホトラ、ほんと優秀だからね。巨大モンスターに相対した時は本当に使える。タメトラなかなか攻撃できないね。テンション下げおるし、カンタするし。あ、やばいか。おう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 、空裂斬、ダウナーブレス。ダウナーブレスってのがあんのか。ちょ、行き予測の方がいいか。じゃ、危ねえから、どうしたらいい、これ。行き予測か。賢者の聖水で命令、行き予測。はい、期間予測して、空裂斬、これは問題ない。カウンター、いいね。よしよしよし、ダウナブレス、はい、さよなら。よし、テンションゼロに戻される。オッケー、完璧だな。一気予測だな、これは。ハード強ボディ、それ欲しいんよな、それ欲しい。一気予測、エルフ使うか。テンションチェンジ、なんだテンションチェンジって。マイナス5が5になったってことは、マイナスが逆になってプラスになるっていう、そういうチェンジか。じゃあマイナス100だったら、ま、プラ100になるってことかな。あー、通らんか。ちょっと控え出してみる。ちょっと控え出してみようか。ライド、ライド、ただアタックカウンターだからな。メダパニが、あれ効かない。さっき跳ね返したからいいのか。アタックカウンター、ちょ、任せよう、任せよう。黒切り、あ、黒切りいいかも。黒切りいくか。黒切りからのテンションシフト、これで押し付けられちゃうんだよな。おたけび効かない、効きそうなのにね。切り発動しようで、作戦変更、ガンガン、はい。ギガデイン、よし、これでカンタは打てんでしょう。ブレスは通るけどね。いいじゃん、これでテンションをさ、もう集めて、テンション集めてさ、シフトしたらいいんじゃない。シフト、テンションシフト。ただあれ、こいつ下がってないな。黒切り行ったから、いけ。
空裂斬言いたい。あ、やっぱやばいな、やっぱギュラマジンガじゃないと無理かな。マイナス100、スキップ、メラガイア、これ強いよ。はい、強い。このあのマグマンは結構いてね、あの手塩にかけて育ててる今。こいつはね使おうと思ってる、正直。魔法カンタ、スキップ、スキップ、スキップしたけど、どういう状況かちょっとよくわかんない。ギガスラッシュ、連携、謎連携、バージョンベータ、足が生えない。なんか首出てきたし、ちょっと戻します。首が出てきた、ドラゴンになったしな、なんか思ってたのと違う。道具回復します。回復、あー、アイテムないな。作戦変更、命大事に。バイキュルミン使っていくか、せっかく買ったし。あ、そうか、まだ黒霧があれか、もう溶けてるよな、溶けてるな、うん、瞑想、こいつ賢さ低いから瞑想があんま乗らないんだよな。あー、そうか、そうだ、そうだ、回復ないんだ。HP 回復のやつ消したんだ。そう。ないんよね。それを忘れていた、今、完全に忘れていた。じゃあ、ちょっとサポートでいくか。いや。奪おう。ためトラ。でいこう。よし。暴走期間、おお、ミス。オッケー。あ、いいね。それで永久期間ができるね。ためとら、バカめ。めちゃ動くなこいつ。ハード強ボディ欲しいなー。あれ、命令できない。テンションチェンジ、なんだテンションチェンジって、ずるいぞそれ。おしおし、下げろ。おしテンションいじりおるかもしらんけど、下げてまえばこっちのもんじゃい。修羅の獄アンカー、強い。強ボディめっちゃ発動するよね、ほんと。今6段階上がってるとか、やばいな。やばいな、6段階はやばいな。怖え。魔法トラ、タメトラもいけよ、タメトラ。よし、よし。タメトラ、効かぬと言うとろうが。ダウンバースト。オッケー、ナイス。いや、やっぱけどカウンターいいか。ギャンブルカウンターにしようかな。そっちの方が、火力、おいへへへちね。もしかして、おしまいですか、もうこれ。いや、まだドラゴンクエストが、そんな、あの、1回の戦闘の、そんな、アルファだ、ベータだけで、そんな、終わるはずがない。うん。